っていきまーす。意外とうまそうでしょ。試合に対するメンタルの置き方っていうのも非常に重要になってますからね、このゲームは。さあ、ドラフト始まりました。ブルーサイドデトネーションフォーカスミ、失礼します。レネットン、へえ。一旦スルーして、まあ、セナの番だったりというところから入る。ただホワイトローザー選手のセナはあんまり、お、ゾーイの番、デトネーションフォーカスミから、どういうこと。いやーやべー、バンピックミスだよ。クリックミスだってやり直そう。ファーストピックですよね。やばいでしょこれ。大丈夫？いや、アリアを信じてないな、それは。アリアのプールの広さを信じよう。取らせるわけにはいけませんから。ロットレーン積極的に行きたいのであれば、ここでサポート。硬い。DFM のピックは硬いよ。いいよ。イーシンがトップに来る可能性。デトネーションフォーカスミとしては。うわ！何それ？やめて！俺ジャンナは嫌い。本当に出す？おもろいピックかもしれない。確かに刺さってる。確かに飛び込んでくるチャンピオン、トリスターナ。いや、おもろいピックだよ。エンゲージっていうところにはカウント。ああ、来ないか。とにかくトップサイドでは落ち着いたレーニングを。さあ、シンドラに刺しちゃんぽ。いや、そしてデトネーションフォーカスミ、ミッドアリアにルブランを使わせて、これ勝ちに行きますか。うわあ、いや、ロックインだ。うわあ、え、どうだっけ。いや、アルティメットで死に切るからシンドラの方が有利とかじゃなかったっけ。マップ全体をコントロールすることが、それ前の話、今はそうでもないのかな。前のシンドラだったらシンドラ有利で、しかも有名な域だったんだけど。へえ、今ってルブラン有利なんだ。へえ。今大会2度、そして会社のオチラスに序盤から監督というボリビアも合わせています。バーストダメージ、じゃあ行こう。頑張れ、フェブ勝つぞ。ゲーム2、デトネーションフォーカスミー VS インフィニティスポーツ、スタートです。コラプトポーション、ルブラン TP 電撃、シンドラがイグナイト、イグナイト電撃、カイサがイグゾースト持ってる。おもろいね。まあ、ワードは置いてないですけれども、まあ、しっかりと、予想できる範疇だと、はい、いうことですね、このスタート。そうなんです、結構奥側までチェックして、まあ、リーシンがこのレッドサイドフレームを警戒しているのも、ね、え、これ何してんの。いやいやいや、これ何してんだっけ。イグゾーストをユタポンに使っているのはインフィニティスポーツですが、体力有利は。え、これ何してんのこれ。アリスタのレベル1でブッシュの中に入る、潰してるわけですからね。間違いなくこれ次のガンクタイミングを、とんでもねえミスプレイだけど。そしては作りづらくなりました。ボットからミッドへの有利の反応してますね、はい、うわ、ラージミニオン落としました。見てください、今キャノンの CS 落としました。そうですね、これプレッシャーを感じてコーディ前に出ることができませんでした。こういった細かい動きですけど、ミッドレーンのアリア選手を助ける動き、素晴らしいですね。アリア選手、レブランからするとバチバチにレーニングをしながらウェーブをプッシュして、で体力差5分でも TP 差で帰ってこれっから。いや、でもさすがにオスは無理か、レブランで。その時間まで落ち着くスター選手としてはプレッシャーを感じてます。アリア選手がこのような形でサイドに動く形が、ナイスバト続けられるといいですが。さあ、ソリッドスネークは徹底的にボットレーンです。まあ、やはり相手の中心レーンですから。ユタポン選手、カ選手、うまい、うまい、うまい、いや、これ素晴らしい、うまーい。これでもうコディ選手としてはレーンのコントロール一人では取りきれないですね。いや、さらにはレベル6エビスティールが構えている、リコールが止まった。いやー、ブガックスもレベル6、どうなんだそれ。覚えたぞ、入っていく、ブガックスのリコールを。ナイスダメージ、まずはスタンを入れて、そしてエビがここに合流できるか。サスティールのダメージがかなり通っている。うわー、やったー、メガナーのスキル、ナイスすぎる。今のってさ、スティールのスタンが先？このタイミングでボットサイドを気をつけなければ。すごい連携が起きたんじゃない今。今どうだった？どういう感じだった？だからレーシン振らしきれてないんだもん。帰ってきます、トップレーン。ボリビアのボットサイドアクションにも合流できるので、ちょっとインフィニティスポーツ側から。全然ダメージない。難しい状況。全然ダメージない。それを受けてトップ。当たったとしてもコラプトで受けたらマナがどんどん減ってく。立っているエビ。すごい嗅覚だなエビくん。いや、さらにはだいぶ警戒まで。いや、問題ない問題ない。あ、ソリッドスネークの位置見えましたね。問題ない問題ない問題ないよ。ウディアが完全にカバーできてるよ。
あちょっと早かったんじゃない、倒した、どうなんだ、フォーカスがリーシンにタワーいって、ガー微妙、ちょっと早かった感があったな。ジャッカがやがった。トップレーンを押しているタイミング、ボリビアミッドにいる、いやあれだね、リサンドラ学ばねえから、これヘラルドフリーだ、無理だこれ取れねえ、ナイスディア、いやフリーフリーフリー、絶対びっくりした。警戒してます。おっとアリア、テンパの一撃、稲沢のもうスターンもらいますが、ディストーションすぐにアリアがリバーの、ちょ今見てるから静かにして、問題ないですね、眼回避成功で、スティールもその間にヘラルド獲得してます。このリフトヘラルドをナイスチェーン、トップレーンに還元してそのまま破壊するということができるとスノーボールしやすいですが、いやさらには今のダメージトレードでこれイグナイトワロタですね、アリアはそのレーン継続できるような状況ですから、サイド一方的にロームできます、この時間差を利用したい、さあソリッドスネーク、ナイスナイスピョンコ、Q 当たってるけどフォーカス合わせてリクワー、アリアが先に割れてんだよな、いやマジこれイグナイトワロタです。おお、トップマターの取った絶対に作れる、紹介しますね、いやここのカズ選手のカバンも素晴らしい、ナイスよりナイスよりだ、美しい、トップサイドすごい作ってますね、一度返さらしましたけど、ここの飛ぶタイミング完璧だったな、ボリビアのスタンにさダメージ合わせられない位置に飛んだエビくんがうめえ、アリア選手のゴールが間に合ったことによって一気にフォーカスミの流れになりましたね、これでこの時間帯にインフィニティ e スポーツはボットサイドアクションを取り返せていなかったんですよね、今ようやくはいエビくんに対してプレッシャーかけてますけど、それだともうテンポがエビくん TP やるよ、しかもブガスクス、さすがにかギブか、このドラゴンを取るには先に寄っておかなければいけないということでファームをロスしてます、ドレイクは取られましたが、ここから通常通りエビ選手が先に、いやー DFM のかなり得意なシチュエーションに張りつつある、またトップが深いもんな、ルブランがでもこれボット側にずれていくのか、トップ側行かないんだ、もう逃げれる確定なのかな、なるほど、へえ、いや全然全然全然、圧をかけただけで、今のはバレてるもんだから、ルブランが逆にボットのカイサに、へえそこでボットに行くんだね、おもろ、レッドのカバーに行っちゃうもんだけどな、エビ選手が一人で何人も受け負っているからこそスティール選手もそこのカバーありましたけど、このボットのだいぶアルティメットボストさらにはコディを狙ってスティールがあるじゃないか、レブランはあー厳しいね、タワー下にアリアス、コディ選手動かせないようにアリアス選手がずっとプレッシャーかけられてますね、いやここは勝つね、リコールは間に合いました、いやコディもその主導権を取られきられないようにサムラウンドの選択イグナイトにするぐらいですからね、ただこのエビ選手のロームは読めないんじゃないか、決まるとウディアがフラッシュある、まあ、そっかちょっと怖いかちょっと怖いか見えてないもんね、ちょっと噛み合わなかったですね、若干怖さあったか、まあ動いていく、なんかサイドレーンのファームを取っていくような131と呼ばれるような戦術を取ってきたときにシンドラがちょっとサイドレーンに出ることが難しいので、そういったアドバンテージもフォーカスミにはありますからね、問題ない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 よ問題ないよ、ナイス、いや寄りすぎ寄りすぎ、トリスターナがフリー、全然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 、はい、そこまで痛手ではないですけど、今回はさっき前回の試合と違って敵にポーク力がそんなあるわけじゃないし、エンゲージ焦んなくていいから、欲しいっちゃ欲しいけど、まあまあまあということで、ドラゴンソウルも考えると簡単には渡したくないですよね、このドレイク、そうですね、ここから重要なのはアリア選手がしっかりとポジションを取れることです、通常通りの正面からの5対5になると怖いですね、5対5になると
ちょっと性能差が出てしまうので、フォーカスミーはアリア選手がバックラインに直にプレッシャーをかけられる立ち位置を取らせるようなワーディングが必要です。スタンからの WQ、 あーウルト使わした、ナイスアルティメット、ドラゴンまで50秒です。この時間帯のボリビアのアルティメットがない次ファイト影響しますよ。これは間に合わない、間に合わないですね。しかもこれで視界のコントロールも確実に取れる、リフトヘラルドもここで抑えることができればなおいいですが、取れそうですよ。スティールトップサイドに動いてますよ、うん、ドレイクとの天秤にもかけられますからね。コディがサイドレーンに28秒、ここユタポンが28秒シンドラボットマナナシ、その対面出すというのも考えられますよね。考えられますね。逆にこれをこうアリア選手からするとサイドレーンに出てくれた方がありがたい。これ怪しむべきだね。ただまあこの時間帯はリフトヘラルドを取る、あ、このシンドラ何をしてる、ありましたから、え、このシンドラ何をしてる、相手にファームを渡す形ですね。ボットサイドは、あ、でもブルータイミング、デトネーションフォーカスミーレーニングを行っていきます。うわ、ブルーか、ブルーなのか、トップのインナータワー触れますね。ウィー、アルティメットフラッシュ投げ関係、いやでも使わされてるなー、ずっとクラウドドレイクを始めているが、アリアがプレッシャーをかけに来た。ミッドにヘラルドを召喚してデトネーションフォーカスミー、ナイスヘラルドタックル、ミッド交換でよくない、それもちょっとアドット取られちゃってんなー。いまいちもったいない感がある、ちょっともったいない感があるな今の。ルブランの1位よ、トリスターナの E のダメージ、おっと倒した、どうなんだ、チェーンも当ててる、タワー折り切っちゃえ、大勝ちだー、やったー DFM スロー、ナイスナイスチェインボロ勝ちだー、シャー、今の状況本当に難しい手段でした。なんといっても中心のエビ選手がすげー、アリアの横側のいい入り完璧で、トリスターナがタワーにいい打ってたの AOE で敵にドカンと入った。敵の不注意だったね、トリスターナの E の爆撃食らったの。よくトリスターナ3発4発入れてる、おお、このスタンまずよく反応しました、ユタポン、え、うますぎん、アリア、エバフロうますぎん、ルブランのバーストで一気にインフィニティスポーツの戦線を崩壊させましたよね。あとはもうユタポン選手が暴れるだけ。5-1トレード、ワロタ、アリアのエバフロワロタ、いやー今の集団戦気持ちよかった。もうこの試合パッと終わらせてさ、カロリー消費少なくしてさ、 C9 戦に備えようぜ、締めよう。ミッドのウェーブの処理もインフィニティ e スポーツに強制させてますよね。でここに姿が見えたらエビ選手はボットサイドプッシュして一気にインナータを狙いに行くこともできる。アリアのプレッシャーかけてトップサイドに入らせないぞ。いやこのローテーションの丁寧さですよね。エビはその間ボットフリーファーム、いやいいプレッシャーだ、入れないね。さすがにこのウルブランドバーストもありますから、インフィニティスポーツも人数をかけていかないと一人キャッチされて落とされてしまいます。ファーム視界のコントロールどんどん奪われてますね。ローテーション綺麗ですね、このボットへのローテーション、うまい、スタン入ってるよ、いいから、トリスターナのバースト、よし、強い、ストライドブレードの使い方うまい。インナータワー獲得につながります。131のマクロコントロールも完璧ですね。視界がないのでインフィニティソーダ夜動きが見えませんでした。最後いいところ、アリスターが横から入ってきてる、 TP のあるアリアは手前からアルティメットを何打ってるけど、ダメージが足りるか、落ちるな落ちるな、イグナイトが効くか、なっがーまあ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 、シンドラ落ちてるからね、トレードトレードトレード、インヒビタおったら関係ないよ、ミッドルミニオンも押してるから敵 CS ロスってる、まあ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 、いやーアリスター強い、ズータン今日サイコロの目が6かもしれない。インフィニティソースもここは戦うのではなくてトップサイドに展開してオブジェクトのコントロールという動き、結局この後ボットサイドのボットのインヒビターをフォーカスミットしては割ってますから、ウェーブが勝手に押し込まれる状況を生かしてこのバロンに対するプレッシャー、いやもうマウンテンなんてもうね、 A A A
もう全部締めよう、この試合は。ソウル欲しいな、いいね。後ろ TP 来てるよ、リーシン気をつけて。ガズカズータン、トリスターナー守ってあげて、ノーチのアルティメット食らってる、ナイスナイス、ズータンいいよ、グワー、大丈夫か、その集団戦。その集団戦大丈夫、ナーガフリーだよ、ナーガフリー、ナーガフリー、ナーガフリー。キャリーをしてるけど、わーエビくーん、いいよ、フラッシュ、いや、死なない、死なない。そろそろズータンの、まあ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 、カズダシよく見てたけど、ノーチラスがアルティメット届けるやったんだよな。あー、ナイスピールだけどね。うわー、ノイズアリアがソロキルしとるわ。うーん、もうナーのキャリー力も尋常じゃなくなってるね。さあリシン、そして TP ないのにボットサイドにいる。バロンこれ咎めらんないでしょ、無理でしょ。エビくん、あー、連発、はー、無理だ。バロン獲得はデトネーションフォーカスミー、人数差もある状況、このままウェーブを押し込んでいきたい。トップのインビダーターは取りました。デトネーションフォーカスミー、インビダー取れますね、取れますね。イタポン選手のヘルスがないので、アイスターの1位ね。ミッドにローテーション。トリスターナはもうリコールしてる。ライフスティールか。あー、ライフスティールね。ライフスティールショートしてる。ミッドのインヒビターも取れますか？ここは一旦もう取れたら3インヒビターダウン。はあ、勝った。これは勝った。これは低カロリー勝ちでかいぞ。低カロリー勝ちはでかい。状況は盤石ですからね。焦る必要ないです。無理はしなくていい、無理はしなくていい。冷静に行きましょう。まずは一生確実に取ることが重要です。いやいやいや、これ落とさん、これはさすがに落とさんって。選手もインフィニティではなくガーディアンエンジェル、安全度を優先しました。いい選択ですね。勝ちを急いでないですよ。冷静にいってます。はい。バロンで GA いいね。シンドラのワンチャンがあるからね、オールインからのね。いい形で。でナーはオールインジャーは解けないから、狙ってくるとしたらもうトリスターナオンリーなんだけど、トリスターナは GA で敵のバーストを受けられる状態になりました。ボットのインヒビターまで繋げていきたい。これ見つけた、見つけた。アリアがプレッシャーかけていく。ミッドの ミニオンを押しながら、いや焦んなくていいよ、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 焦んなくていいよ。ナイスナイスナイス、ワンキル。はい、カイサを打ち上げてる。ズータンが GG グッドイム、シャーDFM! 完璧、いけるぞ、これ C9 もいける。しゃーナイス、仕上がってるね、仕上がってるね。でも怖いのがパターンを1個しか見てないね。トップを壊してからのってやつしか見てないから、あれ対策されたら次あんのかな。あの勝ち方 DFM めっちゃ綺麗なんだけど。でもナイス勝ち、もう惜しんでる暇ないよね。自分たちの手をね、最善の手を出しながらさ、100もう 100% を出しながら勝っていこう。あー、お願い、マジで勝ってくれ、頼む。うわー、しろ